ケンズビーチフロントダイナーさん、海の見えるカフェ前田岬の近くでタコスを食べてゆっくり過ごした前回の動画でした。今日は蜂蜜のアイスクリームを食べに向かいます。それではご覧ください。海が見えるのはもうよかった。晴れたからよかったな。そうやね、晴れとやっぱダメだと思う。沖縄は晴れるの相性。なかなかこっちまで来ひんもんね。前田岬、ここが青の洞窟の入り口でございます。皆さんダイビング、およそ300メートル先。すごい風やったもんね、あの時ね。風きつかったな。真っ赤かえてやんの。ネットで見て撮ったバカとできるな、最初。分かれへんかな、あんな感じで。まもなく右方向です。その先、500メートルで右方向です。右方向です。これ右です。琉球村は右です。ケンハッチ。何屋さん？バー。バーだ。ケンハッチ。面白いね。あれでも普通に走ったら分からなかったね。あそこ U ターンしたらケンハッチって書いて。この道沿いから入れるのかな。入れるって言うのかな。じゃないと入れないと思うけど。ユンタ市場でなんか行ったことある。ある。それ越えたところ。うん。これどうなっちゃう。これこれ怖いの。それだ、それですね。レギュラーの蜂蜜のブルーベリーのフレーバーがどれぐらいだったんですか。レギュラーで。はい、蜂蜜で。これはもう一つ。一つでいい。Thank you.
これ食べたことないんじゃないの、お酢って。美味しいわ。酢がちょっと悪い。でもあれな、この蜂蜜のこの、これこんなんなんやな。これ初めて食べたわ。この最後なんか残るやん。ずっと食べたい食べたい言うてたでしょ。だからいいのを見つけたわ。あんなん一つ買われても食べられない。そんな蜂蜜がいいわ。口になんか残るやん。いや、そうやって言うとってね、これが食べたい、これが食べたい言うとったやん。体験しないとも納得いけないやろな。だから体験してもらいに来たのよ。なんか自分の目で見ないと、自分の耳で聞かないとか、なんか納得いけないやろな。上からかけたらよかったんだ。さっき下に引いてるやん。上からかけといた方が美味しいよな。こんなん、ここの道何回も通ってるんだよ。合ってんね、こんな道。美味しゅうございます。通り過ぎているところにもいっぱい美味しいお店がね。沖縄まだまだやめられない。ポケに出会ってしまった。見てしまったね。っていうか食べてしまったね。ええ天気や。なるほど。これうまいね。これはこれでうまい。あ、背中熱い。ベタベタな。あっ、蜂蜜はこれは美味しいわ。また来たいな。今度はダブルで食べたいな。抹茶味もあったね。なんかどこだ。あの数の蜂ね、あれやん。あ、でも美味しいわこれ。
甘いわ。また別でしょ。ソフトクリームはソフトクリームであの美味しさがあって、これはこれで美味しいわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。